ぼっきさん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パッキポッキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、今週始まりまして2日目終了。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。今日のこちらの方面は晴れですね。昨日よりもちょっと晴れ間が見えてるみたいな感じでございます。はい、なんかね、微妙に洗濯物が乾かん時期ですね。はい、私洗濯もちゃんとしますんでですね、我がの洗濯はね、やっぱしないといけないなということでしてるんですけど、そっか、今日取り込んでなかったねと思って、ズボンを、取り込みまして履いて、なんかしっとりするなとはい、ちょっと濡れております。表現が卑猥だね。違うかみたいな感じなんですけど、はい、もう自然乾燥です。はい、車に乗ってですね、ちょっと暖房つけて、はい、それで乾かしていくというスタイル。はい、まあ、どうでもいいことでございますね。はい、あとはお庭のメダカちゃんたちも結構結構元気がいいですね。でもちょっとこう触るとね、すぐお星様になるというデリケートな感じなんですけどね。どうなんやろうか、明日水替えしようかなとか思ったりもするんですけど、あんま触りやったらなんかまた殺してしまえないかなとか思いながらですね、ちょっと日焼けしてるんですけど、昨日がバレンタインだったんですよね。はい、何もなしということですね。はい、ありがとうございます。まあ、そういうポストっていうかストーリーを上げたら、皆さんからの、メッセージで絵文字でチョコレートが、送られてきました。ありがとうございました。はい、気持ちだけでも嬉しかばいっていう話で、はい、まあ、女子から来るとわかるんですけどね、ゆうパパから来とったですね。大丈夫？男同士はどうなんとかと思いながらですね。はい、昨日の夜ですね、帰ってきまして、郵便物が来てましたというところで、怪獣とコーヒーさんからですね、はい、私この前2月6日が誕生日だったんですけど、その時の、まあ、誕生日プレゼントですがみたいな感じで、ステッカーですね、はい、2枚送っていただきました。で、まあ、素敵なメッセージカードも添えていただいて、はい、ありがとうございます。怪獣とコーヒーさんっていうのは、まあ、ポスト、まあ、今日もされてありましたですけど、なんとも言えぬ雰囲気のね、ちょっとこう物語風というかですね、はい、エッセイ風といいますか、はい、とてもいい雰囲気の、ポストをされる方なんですけど、まあ、DM でね、まあ、ちょっとこうやり取りをしたりとかするときもあるんですけど、まあまあしっかりお話がちゃんとされてある方やなと思ってですね、なんか自分がね、端的にこうアタスとかですね、なんか読むジョーンとかってする感じなんですけど、怪獣さんとするときはしっかりちょっとこう文を考えてやらないかないけないなとかって思ってる次第であります。うん、これは性格でしょうね。はい、ちゃんと向き合ってされてる感じがすごくひしひしと伝わりましたですね。ありがとうございます。ステッカーですね、結構いろんな方から、まあ、もらったり買ったりとかももちろんしてるんですけど、貼る場所って結構困りますよ。まあ、困ったらいかんですけど、困るというよりも一つが貼るともったいないっていうのは絶対あるんですよね。でもやっぱりその作ってる方っていうのは貼ってほしいっていうのがあると、まあ、そこら辺がちょっとこう難しいところではありますよね。だからよくステッカーを額に入れたりだとかね、される方もいますし、で結構その素材がしっかりされてあるので、屋外ですかね、でも結構使えるっていうことで、車だとかね、
まあ、8に貼ってもいいんじゃないでしょうか、うん、まあ、そういった感じでなんですけど、なんかね、あの経年劣化してしまうとやっぱすごくなんかもったいない気がしてしまう、この貧乏症なんですよね。だから大切にこう保管はしてるんですけど、なんかうまいことこうそういう貼ることできないのかなとかって思ったりするんですけど、まあ、一番はね、あの車に貼りたいですよね。車の後ろのリアガラスっていうんですか、そこに貼っていきたいんですけど、あの庭木さんがそうですよね、いろんな方の、シールというかステッカーかを貼られてますけど、うん、あれなんですか、あんまり貼りすぎたら車検通らんとかそんなあるんです？トラックとかね、バックモニターがあるから別に見らんすけどね、ガラスとかね。まあ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 、それでそれでいいんでしょうけど、まあ、でもなんかね、あのこうそういう吉野さんだとか、あの花房さんとかもそうなんですけど、小屋があるじゃないですか、の音質というかね、そこの入り口のところとかにこうバーッと貼ったりとかね、あとはその園芸道具箱とかに貼ったりとか、まあ、いろいろね使い道はあるんでしょうけどね、なんかね、なんか貧乏症なんですよそんな感じなんですね。はい、今日は火曜日ということで、2日目ですね、今週始まって、なんか昨日もそうですけど、やっぱりなんか週の頭ってすごい時間が経つの遅く感じますよね。やっぱすごいなんかこうだるいなっていうのがありますよね。はい、はい、じゃあこの続きは YouTube で。はい、パキパキさんのぼやき、あっとかきです。はい、お疲れ様です。こちらの方面相変わらず快晴でございます。風はどうなんだろうか、冷たいのだろうか、あんま風は吹いてない感じですね。はい、まあ、今日も窓際、マダガスカル、朝日を浴びてすごく、感じではありましたということなんですけど、いやー、あ、そうか、もう来週なんかな、インスタライブですね、長蔵さんとあの広瀬さんですね、はい、コラボライブということで、はい、あの小袋のでっかい人とあの広瀬香美ですねまあまた来週ぐらい、来週というかもう来週なんかね、はい、また休み明けぐらいまた宣伝が、始めていこうかなとか思ったりなんかしちゃったりするんですけど、まあちょっと未定です。はい、どうなんでしょうね、私が宣伝したら反響合ってるのかな、なんかこう新曲に役立ってるのかなとか思いつつですね。はい、結構あのコラボライブっていうのは結構多いですよね。この前もマガゾーさん、マリちゃんとやったりとかですね。はい、昨日のライブであのユンサクさんと、すみませんね、もう一人の方ちょっと名前がよくわからないんですけど、はい、方もやってましたしですね。はい、そういえばグッズもそうですね、あのジャックジャックさんとケイティ・ボタニカルさんでしたかね。はい、あのハチと、フィギュアのコラボ企画みたいな感じで、うん、なかなか気合入った作りをされてましたですね。なんか黒っぽいのにちょっと金っぽいのがちょっと入ったね。でもやっぱそういうのはいいですよね、コラボとかね。あの SSB のあの K さんですかね、あの坊さんだとか長蔵さんとかもこうコラボしてね、3人でコラボするってもなかなかすごいなとか思ってですね。はい、なんかそういうのっていいですよね、みんなの得意分野をこう掛け合わせたりとか最高なもんじゃないですかね。そういうのができますんでですね、でそれをちょっとたまたま変えたとかっていう人たらラッキーやないかなとかってやっぱ思いますよね。はい、日本人やっぱそれ限定とかね、コラボとかね、そういうの本当に弱いですよね本当思いますよね。とりあえずあの私はコラボするあの話は全くありませんので誰かの、ね、こう絵を描くっていうことはしますけど、そういうコラボはしますけど、はい、
自分の作品と相手の作品を掛け合わすって言ったことはまだしたことないんじゃないかな。ないよね、多分、ないと思いますね。はい、ライブもコラボとか言うけど、大体飛び入りとかそういうことなんで、まあ、コラボと言えるのであろうかと。あらかじめもコラボしますわいっていうような感じのライブはまあしたことはないんですけどね。なんかライブするとき、告知してくださいよとかって言ってましたけど、ね、なかなか、はい、タイミングがね、合わないと、そういうのってなかなかできないと思うしですね。まあ、結構ね、私も宣伝する方なんで、はい。ただ自分のやつってあんまり宣伝しないですよね。本当そんな感じですよね。はい。まあ、ちょっと火曜日、私明日が休みということもありますんで、やっぱ一番疲れがピークの時なんですね。毎週火曜日大体こんな感じですよ。なんかもうダラーってなってですね。で、ちょっとこう、次の日のために前撮りしようかなとかって思うんですけど、この前ももうその日、休みの日にやったんですかね。はい。明日しようかな、なんかそんな感じで思っておりますね。はい、すいませんね、もう毎回こういうのに付き合ってもらってですね。はい、ありがとうございます。ということで明日は水曜日ということで、週半ば、もう一番きついですね。水木というのが一番きついと思いますが、はい、頑張っていきましょうということで、今日はこれぐらいで終わりようと思います。お疲れ様です。エッケニジー。